J コム港新宿学童軟式野球チャンピオンカップ、 J コム期争奪港区大会で優勝したオール麻布と新宿区大会で優勝した鶴巻ジャガーズが対戦、頂上を競います。試合は両チーム3本のホームランが飛び出す壮絶な打ち合いに。先攻の鶴巻ジャガーズは2回、川上くんと井村くんが2者連続のホームラン。続く3回、オール麻布も桑江くんと柴田くんの2者連続のホームラン。お互い一歩も譲りません。5回には鶴巻ジャガーズの浅野くんがこの一発。そして最終回、3点ビハインドのオール麻布は満塁のチャンスで神村くん。相手のミスで1点を返し、その差は2点。なおも満塁のチャンスで打席には3回にホームランを打った桑江くんです。なんと逆転サヨナラ満塁ホームラン。劇的な幕切れでオール麻布が勝利しました。試合後には元プロ野球選手で楽天イーグルスの一軍監督を務めたこともあるデーブ大久保さんによる野球教室を開催。打撃フォームや将来は挨拶ができる選手になってほしいなど心構えも教わっていました。なお試合の模様は11月23日午後6時からご覧の J コムチャンネルで放送予定です。地元ピ